ただいまですね、なんとペットボトルロケットの制作に携わって、もっとすごい。今回は僕は撮影者で、こちらのサトスタとハミタマがメインの動画になります。すごいですよ。まあ本当に威力すごいんで、ぜひご注目ください。ちなみにですね、ここが落ちて穴が開いたと思われる、ここ本当地盤緩いんですよ。すぐこうなって、かなりの威力です。でなんとまずこうね、これ本当に落としてこうなって、あとこうなっちゃいました。これはもう絶対人間落ちだ、ね、わかりますか。つまりこっから水が飛び出て、この水圧で割れたというわけです。つまり本当に地面を傷つけて、ペットボトルのね、これをくり抜く威力なんです。じゃあ意気込みをどうぞ。まあ楽勝でしょ。はい、では自信満々の里下くん、ではペットボトルロケット行ってください。見ましたか。あ、またなった、またなった、またなった。引っ込んではいないです、ね。はい、今回傷はできませんでしたが、ものすごい威力でした。はい、じゃあ次はプロハミタマさんの挑戦です、はい。ということで次はですね、ハミタマくんの挑戦です。ではどうぞ。おっと、これは、おすごい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 。あそこまで飛びました。あそこまで飛びました。はい。まあこれは、まあ落とす位置の練習をすれば。あ、今これあの動画に出せないから。これコーラでやったらどうなんだろう。ああ、一つ分かることがある。お金の無駄になる。おい、おい。じゃあ次は僕の挑戦です。このサトスタにかけたいと思います。あ、やばい、失敗です。よっしゃ、よっしゃ。